それではただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。はい。本日第96代内閣総理大臣を拝命いたしました。先般の総選挙の結果を受けて自民党公明党で連立政権を樹立をいたしました。今回の総選挙の中において全国を遊説で回りながら国民からの期待としてこの政治の混乱と停滞に一日も早く終止符を打ってもらいたい、そういうひしひしとした期待を感じました。一方、まだまだ我が党に対して完全に信頼が戻ってきているわけではない、政治全般に対する国民の厳しい目がついていることを実感をいたしました。その中で内閣を発足をし、一日も早く結果を出していくことで信頼を重ねていきたい、信頼を得ていきたい、そういう緊張感で今、いっぱいであります。この3年間民主党政治の結果として経済においても外交安全保障においても、あるいは教育、暮らしにおいてもさまざまな課題が山積をしておりますが、過去を振り返っても、あるいは前政権を批判をしても、今現在、私たちが直面をしている危機、課題が解決されるわけではありません。我々は過去を振り切り、今から未来に向かって力強く第一歩を踏み出していきたい、こう考えています。国家、国民のために目前の危機を打ち破っていくという覚悟において、本日、危機突破内閣を組織をいたしました。総裁や代表経験者、あるいは次世代を担うリーダー候補に入閣をしていただきました。人物重視、実力重視の人事を行いました。危機突破のために十分にその力を発揮をしていただきたいと思います。この危機突破内閣の発足にあたってすべての閣僚に対しまして、経済再生、復興、危機管理の3つに全力で取り組むよう指示をいたしました。特に危機管理に対しましては、現在も北日本の日本海側では歴史的な大雪となっており、大きな被害の発生も懸念されます。先ほど内閣危機管理官に対して、人命の保護を第一に警戒対応に万全を尽くし、今後の大雪対策に万全を期すべく対策室の設置を指示いたしました。政権を担うことになった以上、その瞬間から油断することなく全力で危機管理に当たる責任があります。そのことを閣僚全員に徹底をいたしました。東日本大震災の被災地は2度目の寒い冬を迎えています。いまだに32万人の方々が仮設住宅などで避難生活、困難な生活を強いられています。復興の加速化が何よりも重要であると認識をしております。被災地とりわけ福島の現場の声に精通をした方に復興大臣になっていただきました。被災地の心に寄り添う現場主義で、復興庁職員の意識改革、復興の加速化に取り組んでいただきます。特に福島については、除染や生活再建など、課題は山積でありますが、新設をした福島原発事故からの再生総括担当大臣を中心に、関係省庁の力を結集をして、
国が前面に立って、国の責任において福島の再生に取り組んでまいります。閣僚全員が復興大臣であるという意識を共有し、あらゆる政策を総動員してまいります。これにより単なる最低限の生活再建にとどまらず、創造と可能性の地としての新しい東北を作り上げてまいります。強い経済は日本の国力の源であります。強い経済の再生なくして財政再建も日本の将来もありません。長引くデフレによって額に汗して働く人たちの手取りが減っています。歴史的な円高によって国内で歯を食いしばって頑張っている輸出企業もだんだん空洞化しています。強い経済を取り戻す、これはまさに喫緊の課題であります。経済再生の司令塔として日本経済再生本部を創設いたします。経済財政諮問会議も再起動いたします。新たに経済再生担当大臣、デフレ脱却円高対策担当大臣、産業競争力担当大臣を設けて、きめ細かな政策実施に向けた体制を整えました。内閣の総力を挙げて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略、この三本の矢で経済政策を力強く進めて結果を出してまいります。頑張った人が報われる日本経済、今日よりも明日の生活が良くなると実感できる日本経済を取り戻してまいります。そして国益を守る、主張する外交を取り戻さなければなりません。日中関係、日韓関係、そして日本の外交安全保障の基盤である日米関係にたくさんの課題があります。アメリカ、ロシア、インド、ASEAN諸国など、世界地図を俯瞰するような視点で戦略を考えていくことが必要であります。総合力としての外交を戦略的に展開をしてまいります。何よりも日米同盟の信頼関係を再構築しなければなりません。先日、オバマ大統領と電話会談をいたしました。その際、長期にわたって関係を構築していくことで合意をいたしました。日本外交の基軸である日米同盟の絆を改めて強化していくことが、日本の外交安全保障立て直しの第一歩であると認識をしております。総理として国民の生命、領土、美しい海を守り抜いていくという決意を示していきたいと思います。今この瞬間にも尖閣諸島沖では海上保安庁や自衛隊の諸君が日本の海や空を守っています。日本の安全保障は一言ではなく今そこにある危機であります。新たに国家安全保障強化担当大臣を設けました。司令塔となる国家安全保障会議の設置など、内閣を挙げて外交安全保障体制の強化に取り組んでまいります。現在、子どもたちの命と未来が危機的な状況にあります。いじめや
学力の低下など、さまざまな問題により危機に瀕している教育の再生は、政治の責任であります。先の安倍政権時代に、教育基本法を改正をいたしました。改正教育基本法の下で、公教育の最終責任者たる国が責任を果たしていく仕組みづくりなど、より具体的な改革を進めてまいります。子どもたちに世界トップレベルの学力と治安意識、歴史や文化を尊重する態度を育んでまいります。一つ一つの国民の暮らしの不安を払拭していかなければなりません。安心社会を作り上げることも安倍内閣の重要課題であります。貞子トンネル事故は高度経済成長時代に作り上げられたインフラの老朽化に対する国民の皆様の不安を高めました。国民の命を守るため、また日本の競争力を高めていくためにも国土強靭化対策を進めてまいります。持続可能な社会保障制度の確立も喫緊の課題であります。三党合意に基づきまして、社会保障税一体改革を継続してまいります。また女性活力子育て支援担当大臣を設置をいたしました。女性が活躍をし、子どもを産み育てやすい国を作っていくことも安倍政権の使命であります。まず甲斐より始めろとの精神に基づいて、党の4役のうち2人を有能な女性にお願いをいたしました。今回の人事でも実力本位で積極的に女性を登用いたしました。最後に、繰り返しになりますが、この政権に課せられた使命は、まず強い経済を取り戻していくことであります。人口が減少していくから成長は難しい、確かに難しい条件ではありますが、成長を諦めた国、成長していこうという精神を失った国には未来はないと思います。我々は決断し、そして正しい政策を実行することによって成長していく、明るい未来に目指して国民一丸となって進んでいく国づくりを目指していきたいと考えております。私からは以上であります。はい、それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それでは佐々木さんどうぞ。時事通信佐々木です。よろしくお願いします。はい、6年前のですね、第一次安倍内閣では、そのいわゆる側近議員を徴用したそのお友達内閣ですか、への批判不満というものがですね、自民党内外から出されて、これが内閣の崩壊の原因になったと言われています。で、毎年首相が変わる流れというのはそこから始まったわけですけれども、今回その前回の反省を踏まえたですね、人事ができたとお考えでしょうか。冒頭発言と重なりますがお願いします。またその今回のこの閣僚の顔ぶれにですね、中国韓国から警戒する声も出ているんですが、それについてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。6年前、私は、まだ、52歳になったばかりでありまして、今よりも若く、そして理想に燃えておりましたが、肩に力が張りすぎていたのも事実であります。私と考えを同じくする、同じ方向を見つめている、志を同じくする人々を集めようということで、力が入りすぎた結果ですね、そういう批判を受けたことは事実であります。今回はそうした観点から、必ずしも私と完全に意見が一致する人ばかりではなくですね、ひどい見地から、能力、を重視をしながら、幅広く
安倍内閣に参加をしていただいたつもりであります。これは評価は皆様にお任せをしたいと思います。外交においては国益が第一であります。国益を確保する上において、時には国益同士がぶつかる場合がある。その時には戦略的な外交を展開をしていくことは当然であろうと思います。民主党政権はどうだったでしょうか。民主党政権はまさに歓迎されたではないですか。結果はどうだったかということをよく、見ていただきたいと思います。それでは次の方どうぞ。それでは佐藤さんどうぞ。はい、日本経済新聞の佐藤と申します。具体的な政策課題について3点、補正、TPP、原発についてお伺いします。まず補正予算につきまして、規模はどれくらいを想定していらっしゃいますでしょうか。財源の不足分は国債発行で賄うことになると思いますが、民主党政権が採用しました国債発行の44兆円枠、これを見直すお考えでしょうか。2つ目、 TPP ですが、自公の連立政権合意で国益にかなう最善の道を求めるとしています。こうした方針は交渉参加に前向きに進めるということの表れでしょうか。今回の組閣での経済産業大臣あるいは農林水産大臣など関係閣僚の布陣に込めた狙いと合わせてお願いします。3点目原発についてです。民主党の原発ゼロという方針をどのように見直していくお考えでしょうか。原発の新規建設を含めまして今後の方針を具体的にお聞かせください。まずはじめに、TPP、についてでありますけれども、TPP についてはですね、我々自由民主党の公約については、公約においてはですね、正義なき関税撤廃を前提条件とする以上、交渉参加に反対をするという考え方でありました。そして、今般、公明党との連立合意においては、国益にかなう最善の道を求めていく、これは当然のいわば合意であり、また公約であったと思います。いわば経済交渉においては結果がすべてであります。結果、国益が守れたか、売るものが得ることができたかという観点からですね、国益を守ることができるかどうかということをいわば、中心に置きながら、我々は TPP、まだですね、十分な情報を今、政権に就いたばかりでありますから、まずこの十分な状況、あるいは情報をですね、分析をしながら、これから総合的に、検討していきたいと思っております。続いて、補正予算についてでありますけれども、補正予算についてはですね、これは大型の補正予算になります。その理由はですね、デフレ脱却、これが我々の政権に課せられた使命であります。そのデフレを脱却していく上において、まずデフレギャップを埋めていくということが重要であります。そしてもう一点は、残念ながら選挙の時期の関係によってですね、予算の成立が遅くなる可能性が高い中において暫定予算を組んでいくことになる。それをカバーをしていく必要があるんだろうと思います。そういう意味において、大型の補正予算を組んでいくことになります。そしてそれと同時にですね、この財源についての質問がございましたが、必要な財源、これは今の基本的な考え方の中において、もちろん中身についてもですね、しっかりと見極めを行っていくのは当然でありますが、将来につながる施策を見極めた上においてですね、それに必要な財源は確保していきたいと考えております。同時にですね、もう一点は、原発でありますが、原発についてはですね、我々自由民主党の基本的な姿勢もございますし、また公明党との公約もあるわけでありますが、我々は国民の生活暮らしに責任を負う政権としてですね、当面の電力需要にどう対応していくか、これも直ちに検討をしていかなければならないわけであります。そして経済の競争力についてもですね、これはしっかりと検討していかなければ国内
の例えばものづくりの空洞化が進んでいくという危険性もあります。まあ、その中において、まずは、半年間において、原子力規制委員会においてですね、厳しい、ルールを作っていく、まあ、これは、安全が第一でありますから、その精神のもとに厳しいルールを作り、そして3年間において稼働すべきかどうかという判断を進めていくと同時に、再生可能エネルギーなど、そうした分野における、開発またイノベーションを進めて、まいります。まあ、そうした中において10年間で、まあ、ベストミックスを考えていくという、基本的な考え方であります。それでは次の方どうぞ。それでは、後ろの方でホワイトさんどうぞ。すいません、私ロイター通信のホワイトと申しますが、ちょっと聞きたいのが、2006年から、日本の政治において日本の総理大臣がもうコロコロ変わってきました。で今回、ですね、もう新しくこういう、まあ、安倍政権が誕生したわけなんですけれども、これも、もう総理になられて2回目だと思います。その今、まあ、その直近を見るとですね、こんなに総理大臣がコロコロ変わるというのが、その根本的な理由が何か制度上に問題があるのか、もしくは違うところに問題があるのか、ちょっとこのあたりに、お考えを聞かせてください。あともう一点なんですけれども、今回の安倍政権がですね、長く、存続できるでしょうか。もしそうであれば、その理由について少し教えてください。まず、どうしてこんなにこの数年間で総理が変わったのか。私は96代の総理大臣でありますが、90代の総理でもありました。またもう一度、最初に戻ってまた同じことがあっては決してならないと思います。ですから私は1年間で終わらざるを得なかった政権の担当者として大きな責任を感じていますと同時に、政権を担った経験、挫折をした経験を生かしていきたい、そうした不安を国民の皆様に二度と抱かせることがないような政権運営をしていきたい。今まさに求められているのは政治の混乱と停滞。混乱と停滞であります。この混乱と停滞に終止符を打つためにも安定的な政権を運営を行っていくことが我々の使命であろうと、このように思います。制度的な問題点云々の話についてはですね、この制度の中において小泉政権は長期政権であったわけでありますから、必ずしも制度に帰する問題ではないんだろうと、このように思います。今後この今日発足した政権がですね、安定的な政権となるように、これから結果を出していくことによってですね、国民の皆様の信頼を得て、そして安定的な政権としていきたいと思っております。それでは次の方どうぞ。それでは林さんどうぞ。朝日新聞の林と申します。よろしくお願いします。集団的自衛権についてお尋ねいたします。総理は持論として集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈の変更について主張していらっしゃいます。自民党もそういった流れに沿って公約をされていたと思いますが、これは先ほどおっしゃった日米同盟の強化とも絡んでくるのかと思います。来年の夏の参院選までにこれを実行するお考えはあるかどうか、またその場合にはこういった解釈変更にですね、消極的な公明党との関係を見直すお考えはあるかどうかお聞かせください。まずは自公関係でありますけれども、自民党と公明党の連立政権、今日発足をいたしました。この連立政権によって政権基盤は安定し、政策を実行できるわけであります。つまりこの連立政権についてはですね、いわば強固なものにしていきたい、さらに強固なものにしていきたいと基本的にそう考えているわけであります。これが私の基本的な姿勢であります。その上において集団的自衛権の行使解釈の変更についてでありますが、先の安倍政権においてですね、安保法制婚の結果が
報告はですね、福田政権において、官房長官に対してなされたわけであります。あの類型でいいのかどうかということについてもですね、もう一度、あの報告を安倍政権において、あの時の有識者から、伺うことによってですね、また検討を始めていきたいと思っております。それでは時間がだいぶ過ぎておりますので、最後の質問とさせていただきます。それでは七尾さん、どうぞ。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。総理としてですね、公職選挙法改正について改めてお聞かせください。来年夏のですね、参院選で実施できるスピード感でインターネットを利用した選挙活動の解禁を目指すのかどうか、目指すとすればその意義についてもぜひ教えてください。結論から言えばですね、来年の参議院選挙までの解禁を目指していきたいと思います。意義についてはですね、今の選挙法自体がポジティブリストになっているわけでありまして、これはずいぶん、この法律ができたのはずいぶん昔の話なんですね。そして今、インターネットを多くの人たちが活用しています。少数の人にとどまっているのであればですね、これはやはり問題があるんだろうと思いますが、今や相当多くの方々が活用しているわけでありますし、さらにですね、IT 戦略会議を活性化させて、担当大臣を置いて、この IT においてもですね、日本が IT 国家として、さらに成長していくように努力をしていきたいと思います。そしてそれと同時にですね、今この選挙においてこのインターネットを使わないということはむしろ私は不自然なんだろうとこう考えています。むしろ自分の考えを多くの方たちに知ってもらう上においてはですね、予算もかからないわけでありますし、効果的でもあるわけでありますし、そして多くの人たちはこれ同じ土俵で戦うことにもなれるわけでありまして、特定の候補者がこれを使うことによって他の候補者が不利にならない、ということにならなければいけない。ただ同時にですね、その中においてルールをどう設定していこうかということも当然考えていく必要はあるんだろうと思います。それでは以上をもちまして総理会見を終わります。どうもありがとうございました。どうも。